どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、私今ですねチャンピオンリーグに所属しているんですけれども、私前までブロンズにいたんですよ。でですね、ちょっとエアスイーパーレベル6のねちょっと力を見たいなと思いましてチャンピオンリーグに来ました。そこでやっと攻められましたよ、一発目。まあ私陸で攻められること多いんですけれども、今回やっと空軍で攻められましたということで、そのリプレイを見ていきましょう。はい、私の村が攻められるというリプレイでございます。早速見ていきましょう。まずはですね、このようにラバーハウンドが出てきて、バルーンをですねなんかこう面でバーッと出してきました。さあここでエアスイーパーさんがですね、まず最初ラバーハウンドをやったんですけれども、いきますよ。このね、まずははいこのバックステップ、さあそしてまたこの2人のバックステップ、そしてまたねこうなってしまうとまあですね、今回のリプレイでこれしかちょっとですね、あとまあこのまあちょっと今のありましたけれども、やはりエアスイーパー見ていく中でエアバルーン、まあ、あとはドラゴンですかね。エアバルーンに関しては非常に強いなと思います。逆にガーゴイルとか、そのラバハウンドに対してはそこまで威力を発揮しないかなとは思います。今回はやはりですね、すごいバルーンのね交代、バルーンっていうのはこう見てください。こう例えばねこう防衛施設の上にこうつきますよね。ついてからすぐに爆弾を落とすんではなくて、ちょっとこうモーションがあるじゃないですか、この動く動作がね。その落とす動作をする前にこのようにしてですね、こうエアスイープされてしまうと、せっかく動作に入っていたのに、戻されてしまうので、また進んで落とすモーションをしなくてはいけないということで、今回はですねレイジがかかっているんですけれども、相当足止めができていますよね。まあ、このガーゴイルに関しては全然と言ってもいいほどそんな効果はないですね。やはりそのガーゴイルは非常にね復帰力が高いので、そこまで関係ないですけれども、このね、ラババルーン、まあバルーンですね、基本的にはバルーンは動きが遅い上に戻されてしまったらね、もうエンドレスでこうなってしまうんですよ。まあ、それなのでもう一度見ていいですか。ラバハウンドに対するあれはそこまで見てくださいよ。そこまでですよね、実際問題。そして、バルーン、このですね今回のリプレイでそこまで塊がね塊を押し戻すことはあんまできなかったんですけれども、このようにこれね見てて気持ちいいです。これボーンっていってレイジがかかってもこのようにですね非常にめんどくさい。この最終的にこのウィズと破壊されてしまいましたけれども、相当足止めされているんですよね。だから本当にすごいと思いました。ということで今回はですねレベル6のエアスイーパー。じゃあ今回のリプレイだけですと、まあなんか今回なんか2、3体、3、4体バルーンを押し戻しただけなので、このねエアスイーパーがねもっと活躍する姿、もっとどんどん見せていきたいなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。